ブエナスタルデスアミゴース、どうも PJLL のパハロンです。 YouTube でご覧いただいている皆さん、グラシアスアミゴース、ポッドキャストで聞いているみんなも、グラシアスアミゴース、まだチャンネル登録してないそこのアミゴスは、今すぐチャンネル登録して俺とアミーゴスということでよろしくお願いいたします。ということで皆さん、本日は2022年1月1日でございます。明けましておめでとうございます。ハッピーニューイヤー。はい、ということでついに新しい年がやってまいりました。本年も、昨年もね、PJLL お世話になりましたけれども、本年もぜひ、PJLL よろしくお願いいたします。はい。ということで、1月1日、忙しいですよ、意外と。意外と忙しい。まあ、なんつったってですね、01のお正月興行、元日興行なんですけれども、こちら、レッスルユニバースで生中継されることになっております。お時間的には、11時30分開始なってますね。11時30分開始。そして、アベマプレゼンツノア The New Year 2022ということで、元日武道館大会ですね。ノアの元日武道館大会。こちらも、16時からということになりますので、もう11時半から夜まではもうプロレス三昧。ね、レッスルユニバースとアベマでプロレス三昧ができると。ということでございますので、まあ、皆さん本日も会場に行かれる方はね、ぜひ体調なんかにも気をつけつつ楽しんでいただきたいと思いますし、まあ、私のような配信組はもうひたすらね張り付くということで、11時半までに、まあ、いろんなね、食料とかお菓子とか、お酒とか、まあ、そういうのの買い出しはね、もうそれまでに済ますというのがね、大切かなということでございます。はい、ということでね、元日からね、まあ、今年の正月は本当プロレス三昧できると思いますから、お正月ね、皆さん、ぜひ体調に気をつけて楽しんでいただければという形でございます。はい。まあ、私の方も今年1年どうなるかわかりません。この先のことは私もわかりません。なので、皆さんとどれぐらい、ね、このチャンネルを通して、プロレスの話題でやり取りできるかは分かりませんが、もうできる限りは楽しんでいきたいと思いますので、はい、そのためにもぜひ皆さんチャンネル登録高評価っていうのはね、よろしくお願いしたいし、まあ、一人でも多くのチャンネル登録者やファンを得るためにはですね、まあ、皆様が僕の動画をぜひシェアとかね、で拡散していただくっていうことも大切になってくるかと思いますので、まあ、ぜひご協力いただければというふうに思いますので、はい、よろしくお願いいたします。まあ、とにもかくにも2021年いろいろあった方も、この2022年は心機一転、いろんなことにチャレンジしたり、ね、いろんな環境が変わることもあるかもしれないけれども、そういう苦難も乗り越えていったり、そういう時にはプロレスの力を、ね、受け取って自分の力に変えていきましょう。ということで2022年もよろしくお願いいたします。それでは皆さん、また次回の動画でお会いしましょう。スエニョス、アミーゴース、ホーミーズ、クソ野郎ども、アースタルエゴー、アディオス。